わんわ眠たい。大愚さん、ターネさん、伊藤ちゃん、なんだっけ、トロピカール、ビタミンさん、ピロシさん、吉田健一さん、ジョンファンさん、ヤジウマさん、クマ、竹松鶴さん、キョンシーさん、リュウイチさん、ありがとうございます。カエルサンツさん、めっちゃかわいいギフトありがとうございます。今日は久々に、久々ではないか、いやでもちょっと久々かもしれない、和食を食べた。そんな久々ではないけど、まあお店でちゃんと食べたのは久々です。釜飯食べた、めっちゃめっちゃ美味しかったです。やっぱレッスンとかが続いたりするとさ、コンビニのご飯とかさ、まあそういうのが多くなりがちになるけど、やっぱりそうじゃない方が美味しいですね。ご飯も炊きたてに尽きる。まあでもさ、コンビニのお弁当とかを食べることはまあ基本的にないんですけど、
そう、コンビニ弁当というものを食べることがまあない、ないじゃないけどって感じ。おにぎりとかもコンビニのおにぎりとかもあんまり食べんけんって感じではあるけど、おいでます元気さん、バーバブさん、マカノンさん、ありがとうございます。自炊ね、自炊もね、そんなにレッスンとかまあ日によるけどさ、うん、21時過ぎて家に帰って作るのもね、でそっからちゃんと作って食べよったらさ、まあ、22時とかになるけんさ、それはちょっと避けたい。毎日本当にもう絶対6時退社ですみたいな6時帰宅ですみたいな感じやったら全然作りますって感じ、全然作りますけど、あと家を開けるときにはやっぱ食材を買いたくないっていうのがある。今月は特にもうないからさ、家にこの家にいる機会が時間が少ないから特に食材を買う気にはあんまりなれない。全然ね、家事したくないみたいなタイプじゃない、全然いい、全然苦じゃなくやれるんですけどって感じ。全然いいんですけど、公演の日は弁当ないのって、ないね、絶対あるとは言えないかな。
なんかね、会場の意味もよるんよね。なんかよくわからんの。1日2公演ある日とかはあるけど、1日1公演やったら出ないんですよ。なんかよくわからないけど。ねえ、まあやけんって自分でお弁当を作っていくわけではないけどね。やけん炊きたてのご飯を食べるみたいなことあんまり多分ないよね。やけんたまに食べたらめっちゃうまってなる。うまうまうまってなります。公演前に夕食がやばいしって、別にやばくないけど、どうせ終わってからお腹すくけんね、あんまり意味ないよね。食べたとしてもまた公演終わった後にはもう何も食べてないかのようなお腹になる。まあ逆の時もある。なんかあんまり食べてないのに。あんまり食べてないのに終わった後なんかもう何も入りませんみたいな、まあ食べんくてもいけちゃうなみたいな日もあるし、公演前全然食べるよ。全然食べる。公演前は公演前って感じ。それはもう普通にお腹が空いてるからその時食べる。でも終わってもお腹空く時は空くっていう話。それなんか夜ご飯、うん、そんな感じ。食べたら横腹痛くならんって。ならんならないです。
ゆうちゃんハイビスカース、ありがとうございます。セリアさん、タアさん、ゆうちゃん、カズさん、おいでます元気さん、ありがとうございます。広島今日めちゃめちゃ暑かったんじゃないって、もういつも暑いからもう今日暑いなとかじゃない、もうそういう感情はなくなりました。毎日暑い、どっちかっていうと、あ、今日はそんなに暑くないなって思うぐらい。今日も暑いよ。ないですね。もうずっと暑いから。クーラーガンガンのクアトロでも汗だくのメンバーいるしって、いやクアトロはね暑いんよ本当に、その空調的には涼しいんかもしれんけど、こっちからしたら照明近いしめっちゃ暑い、マジで暑いよクアトロは。そう、何も座ってるだけの空調ガンガンの中座ってるだけやったらそりゃ暑くないかもしれんけど、照明が暑いんですよ。もうサラピもいち早く東京へ行くしかないんじゃないって、東京だって暑いでしょ、まるで暑くないかのような言い方をして。怒涛のスケジュールね、明日から毎日、なんか最近毎日本当に体の疲れがなんか取れてない、毎日なんか毎日寝ても寝ても眠い。クアトロは照明かライトで LED じゃないって聞いたことあるよね。どういうこと？
大事なとこが星になっている。仕方ないんだし、夏は苦手なもので仕方がない。LED だったら熱くならないよ。てかさ、そもそもさ、あんだけ歌って踊ってるんだから熱いに決まってるじゃん。夏にその座って見てる、空調の効いた場所で座って見てるのとさ、そこで歌って踊ってるのとじゃ、さ熱いに決まってるじゃん。そんな、なんで熱いのを否定しようとするんですか、そんなに。しかも照明が LED とかあるの。その普通の電気の照明のことを言ってないからね、私って言ってるの。ステージ照明の話ですからね。あるのかもしれないけどさ、 LED が。そんな照明さんでもあるまいし、ただの夏バテじゃないって。うん、そうかもしれない。普通にそうかもしれない。そうかもしれない。もうバテてます。もう夏が苦手なのか。ならぶさん、何これ、ありがたわー、ありがペンギンたわあれ買った。マレーシアに向けて、マレーシアで使える、マレーシアで使えるコンセントみたいな、変換プラグみたいなやつ。何が必要なのかもう分からなくてさ、特に何がいりますとかさ言われてないんやけどさ、買ったんですよ。いつもの遠征に持っていくものを持っていけば大丈夫ではって。そりゃそう、そりゃそうですよ。
8月7日何が必要か聞いてみたら、いやでもなんかさ、その住んどる人の必要なものとさ、泊まりに行く人のさ必要なものって違うじゃん。まあ別に変換プラグさえ買えばそれ以外は別にだと思うけど、そうだよ、変換プラグがなかったら充電もできんけど、普通にヘアアイロンとかもできない。軌道に近いから向こうでは体重軽くなるよって。どういうこと？そうなん？フォトブック届いた。お、よかったです。ナルベさん、ありがとう。ありがとう。フォトブックも何回でも見てください。目がめっちゃ乾燥する。コンタクトを外そうかな。体重軽くなるってどういうこと？じゃあ向こうの人は体重が軽いってこと？どういうこと？ナルブさん、ハイビスカース、ありがとうございます。今日は12時前には寝、0時前には寝るのが目標です。いや、11時半には寝たい。
下は公演を含めると3つのお仕事があるので、詰め込まれてる。なんかさ、差が激しいんよね。どこもそうなん、そんなもんなんかな。差が激しい。公演、明日って公演だけかと思ったって。そりゃどういうことですか。そんな、私がしている仕事のすべてをみんなは知らないからね。もっと元気出せよって。無理なんですよ。いや、無理なんですよ。別に無理なものは無理なんですよ。だからイラつかせないでください。あえてイラつかせるコメントをしないでください。メールも送ります。そんな日はお弁当ないと辛いねって。そうですね。そう、から元気にしてないだけ。普通一定の、一人でいる時はこんなもんですっていうぐらいのテンションです。どんだけ暗いのって。誰だよ。誰ですかあなたは。自己紹介でもしてくださいよ。やじうまさん、りょうへいさん、ありがとうございます。一人の時ぐらいひっそりとさせてあげたいって。そうですよね。そう、配信をしている時はね、一人なんで。こちら側は一人なんで。逆にから元気出してるとこ見たことない気がしますって。それはわからないじゃないですか。あなたがそれを、私の元気だなと思って見てても、それは頑張って元気にしている元気かもしれないんだから。
それは分からない、見たことないと思っているだけの可能性もあるんだ。みんなも一回家でやってみてほしい家でやってみて。だけどさ、 YouTuber の人とかすごいなと思う。また逆にやりやすいんかな、コメントとか何もないけん、編集があるしね、その場で撮って喋ってみたいな感じやけん。みんなも試しに家でやってみてください。カメラビデオオンにして、こんばんは。コメントを思い浮かべて何か得られるものがあるかもしれない。何かしら得られるものがあるかもしれません。そうだよ、お話し会受付中なんですのでね、大阪のラストの時間はもう特にもう早いもので、リアルお話し会、リアルで会える機会はもう大阪だけなんですよ。なので早いものでですので、お待ちしています。もう買ってあるじゃないですではない、まだまだ待っていますよっていう話、っていう話。私はね、めちゃめちゃ会いに来てくれている人のことは分かっているけど、全然来てくれてない人のことも分かっている。会ってないよねって人いっぱいいます。私推しって言ってるけど、私推しとは言っていない人の方が会いに来てるよねみたいなことを感じることも多々ある。
まあね、そうね、リアルお話し会とかあんまりね、まあ、全然やってないけん、まあ今回というか今は全然やってないので、まあ会う機会って言ったら今で言うと、まあオンラインに来て顔を見せてくれるか、サラピリリご飯に来てくれるか、まあそれも月1やけどね、まあフェスのその特典会とかでまじまじ顔を見ることの機会があるかとか、なんかそういうのかな。そうだよね、リアルが今週じゃない、来週か、今週来週あって、末にやってってなったら、もう大阪までないってなったら3ヶ月ないんよ、ちゃんと。花なんていうか、まあオンラインとかに来てくれればまああれなんだけど、そうだよ、大阪の頃にはね、もう真冬ですからもう冬ですから、もはや早くなってほしいまでもある。そっか、サンタですね。最終日とかね、どうせまたみんな買えなかったよって、そう、売り切れた後に買えなかったよって言ってくる人は、買えなかったよじゃなくて、買えなくなるまで買わなかったんでしょってなるんですよ。なくなるまで買わなかったのは誰だ。あれだよ、売り切れとったら欲しかったなって思うのと一緒ね。そう、買ってくれてた人が追加できなかったよ、残念っていうのは、ありがとうございますって感じなんですけど、買えなかったよ、買えなかったじゃなくて、買わなかったからなくなって、なくなったから買えなかったみたいな気持ちだろうってなるんですよね。よーく分かってますよ、良くも悪くも。良くも悪くも。
そう、広島はもうすぐ、まあもうゲットできないので。リアルは大阪のみです。並ぶさん、ハイビスカース、スケさん、ナポさん、あっくんめっちゃ可愛い人、ありがとうございます。サラピア鬼嫁になりそう、サラピア尽くすタイプだよって。誰ですか、どちらも誰ですか、どちらもあなたたちは私の何ですか。髪型可愛すぎて画面開いた瞬間気絶したって。じゃあなんでコメントできてるんですか。気絶しているはずなのに。誰がギフトをくれて、誰がコメントをしてくれているんですか。マジレス界隈。絶対11時半までに寝よう。お洋服かわいいって。見えてないよね、ほぼほぼ見えてないよね。まあここだけでかわいかったんですよね。ありがとうございます。ルイチさんありがとうございます。つかさんありがとうございます。夏バテって何？調べてみようかな。今時の夏バテはやや複雑。夏バテの症状、疲れやすくだるい。まあでも確かに疲れやすい。最近何をするにも気力が出ない。まあそうですね、気力が出ない。まあ、うん、あくびがよく出る。え、そう、今日めっちゃあくび出たよね。あくび出た。ぐっすり眠れないって。いや、ぐっすりは眠れとるけど足りてない。朝起きた時疲れが残っている。残っている。
頭痛肩こりがひどい、ひどい。食事が美味しくない。いや食事は美味しいかな。胃がもたれる。いや胃がもたれてはないかな。みんなこんなもんだよね、きっと。分からんけど、夏は。まだ8月、てか、夏っていつまで暑いっけ。でも、秋が消えかかってきているとかっていうのであれば9月末、9月いっぱいとかまで暑いんかな。もう早く冬になって本当に早く冬になってください。早く冬になって。9月はまだ暑い。9月が暑い。10月も暑い。10月。10月とかもう旅行日和みたいなイメージなのに。秋よ秋、消えないで。秋、まあね、明日がありますのでゆっくり寝たいところですが、そうもいかないので、今日早く寝ることにします。と言ってももう9時半。いやー、みっちさん、すけさん、ありがとうございます。この時点でみんなはもうお風呂に入っているのでしょうか。髪乾くのもね、時間かかるから。30
3時ぐらいまで起きてるって、起きるわけないだろ、何言ってんだよ起きれないわ、逆に起きたかったとしても多分もう起きれん外そう、これもちょっと痛くなるからね、もうまだ挟んでいくか。それではそろそろランキングを見たいと思います。ちょっと48位ゴーツさん、24位ソウちゃん、13位タネさん、12位ピレスさん、11位中野さん、10位バーバブさん、9位リュウイチさん、8位おいでもせぎんきさん、7位タースさん、6位イトちゃん、5位ヤジウマさん、4位あっくん、3位ゆうちゃん、2位赤ヘルサントさん、1位ナーラブさん、ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。本当に今日も一日お疲れ様でしたいで、それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ、グッバーイ。